おお、すげえ。なんだこれ。うん、ちょっとやばいよ。実録、防犯カメラが捉えた心霊映像。はい、はい、バレバレだ。バレバレだね。バレバレ。防犯カメラ、そう、何のためにあるんですかって、うん、悪いことしないように悪いことでしょ。いや、そうですよ。悪いことしてる例映ってますよ。あら、バレてるよって。まあただのね、ちょっとしたいたずらだったらいいですけども、はいはいはい、ちょっとこれはまずいんじゃないかっていうものまでね、うん、抑えてますので、今回そちらの方を紹介していきたいと思います。はい、その前にですね、我々お越しのこと、チャンネル登録と高評価忘れないでください。お願いします。お願いします。それでは防犯カメラに映った心霊映像を掃除していきましょう。ペロリンティア。本日は監視カメラに映り込んでしまった身の毛もよだつ恐ろしい映像をご先紹介。かなりの恐怖が待っているので心してご覧ください。はい、それではまずですね、はい、紹介する映像なんですが、うんうん、こちらアメリカサウダゴ州のとある家の住人から、うん、正体のわからない謎の存在が頻繁に出現するということで、うん、廊下に暗視カメラを設置したところ、うん、夜9時頃に謎の存在が姿を見せるというものなんですけれども、こちらの映像をご覧ください。こちらです。まあ、設置しているのがこちらのカメラですね、うんうん、これもオーブみたいなのがあったりとか、うん、え、なんか動いてる。動いてるよね。どれどれ。奥、え、引っ込んだ。あ、引っ込んだ。え、ん、結構なんか例というか、え、どう見えた。顔に見えた。骸骨っぽいというか、ね、ふわーっとこういなくなったみたいな、うん、感じに見えたけどね。そうね顔っぽいよ。顔っぽいね。顔をこう出してるね。こちらなんですが、うん、廊下の奥で黒い謎の存在がゆっくりと出現し、うん、ゆっくりと戻っていく様子が収められている、うん、こちらの様子を伺っているように見える、うん、住人曰く子供くらいの背丈の謎の存在が頻繁に部屋の角やドアから姿を覗かせるようなのだが、うん、その正体は分かっていない。そう、一体この謎の存在は正体は何なのかと。おー、はー。で、謎の存在が頻繁に出現するってことは、うん、見えてたこともあったってことだよね。多分そうだろうね。だからこそ分かんないから暗視カメラ設置してって考えてる、うんうんうん、まあ例の可能性が今非常に高いよね。な気はするよね、これはね。 67.4% なんですか、その数値は。いい、うん、急に何ですか。結構専門的な。何との、可能性で例だと。あ、そういう数値を出すわけ、うん、専門的ですから。そうだね。あ、そうなんですか。だから 20% が、うん、まあ人がなんかなのかな。あ、まだちょっと可能性が残ってんだ、うん、残りの10何%はパルマの可能性も、はい、まだないとは言い切れないですし。俺だからね、もう行ったことないですよ、これ。パスポートも持ってねえよ、俺。いや、そういろいろ犯罪はもう重なってますけどね。不法入国。不法入国してねえよ。スパイだからいろんなもの持ってるもんね。住居侵入してねえっつうんだよ、やめろよ。本当にひどく、そういうことはもう本当に今後気をつけるように。だ、やってないから、はい、俺の可能性は 0% です。はい、続いての映像もアメリカから、はい、選出しております。選出。はい。カリフォルニア州にある美容院で起きた出来事。うん、ロサンゼルスにある美容院 GQ カッツでは、うん、店内に監視カメラを仕掛けているのですが、うん、ある日その監視カメラに衝撃的なものが映り込んでしまいましたという、そちらご覧ください。こちらです。あー、浮いてる。おー、すげえ。
なんだこれ。これなんだ。でもみんな気づいてなくないか。浮いてんの。はい。いやー、ね、ちょっとね、なんかこのシートの中に誰かいるくらいの、うん、なんかね、うん、押してる感じだよ。いなきゃおかしいけど、うん、ありえない。足も出てないしさ、うん、そうね、ありえないよね。風の動きじゃないね、明らかに、うんうんうん、こっち側のね、グレーの方のシートは風の動きだけども、うんうんうん、風の動きじゃないな。つままれてんのか、うん、ね。でこちらなんですけども、はい、うん、クロスが不自然な動きを見せ、うん、棚の上に置いてあるマネキンが動いていると。マネキンが？マネキンまで動いているっていうことなんですけども、うん、そちら見てなかった、うん、もう一回見ていきましょうか、はい、こちらです、はい、うわー、こっち向いた、うん、怖え。はい、衝撃的な映像ですよ。みんな気づいてないね、うん、みんな気づかなすぎでしょ。でもそっか、気づかないか。そうね。でこちらなんですけど、うん、従業員の話によると、この病院は、ネイティブアメリカンの墓地の上に建てられたそうで、そうなんだ、そのためこんな現象が起きてしまったんじゃないかなと語っていると。はんはんはん。だから僕のイメージですよ、うん、もうその霊っていうのはその驚かせようっていう、うんうん、イメージがあるんですよ。そのバッとかさ、まあまあ、写真とかで心霊写真、うん、要はその心霊写真をとね、うん、足なくしたとか手がつけたとか、うん、見せたいのかなと思ったりするんですけど、うん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 、監視カメラを確認するまでも 見つけることできなかったわけじゃないですか。そうだね。何が目的だったのか。確かに気づいてって言ってたもん。みんなで賭けをしてたか、霊がみんなでなんか後ろでさ、やりすぎやりすぎやりすぎ無理無理それ以上俺無理だってとか言ってやってさ。じゃあ次、マイケル、マイケルさん、うん、今回何にしますか、うん、マネキンを、動かします。やばい、見てお前お前やばいよ、それいけるみたいな。で、今回大成功と思ったんだけど、バッチリ防犯カメラが映られちゃったっていう最悪じゃん。こっちゃこちゃお化けちゃんが場所間違えちゃったね。場所間違えちゃったああ、そういうのなのかな。ねえ、だとしたら笑えますけどね。そうね。でもそういうのもあり得るだろうね。そうね、うん、はい、続いての映像、アメリカ・ニューメキシコ州、うん、アルバカーキで捉えられた映像、うん、投稿者の友人の家に設置された監視カメラが不思議な映像を捉えた、うん、この動画には投稿者の友人が何人かと外を映した映像を見返している様子が映っているというものなんですけれども、うん、見ていきましょう。こちらです。おー、めっちゃ走ってるね。めっちゃ走ってるね。ガウスト、うん、影がでも、ガウストって言った。ね。ね。はい。すげえ。すごい。こちらなんですけども、うん、歩道を人が歩いている様子が映っているのですが、うん、その歩いている人の影がどんどん薄くなっていき、うん、最後に白いもやのも、うん、ようなものになってしまったと。だからこれ霊じゃねえと思うな。え？これ何？能力者だね。能力者。うん。だからその悪魔の実とかあるじゃないですか。うん、そういう系。ざっくりしてんな。なんか霊っていう感じじゃないんですよね。だってゴーストっていう存在がね、うん、あり得るとするんだったらそういうものだってあり得るはずだと思うよ。はあ、うん、隠れてんだまだ。これミュータントみたいな。ミュータントだ。うん、だから本当はこの人は絶対に他の人にバレちゃいけない、うん、ちょっと能力使いたくなっちゃって、うん、誰もいねえしってやったら監視カメラがまたどうしよう。おい、ドジばっかりじゃんか。ドジばっかりだよ、ね。まあそういうおバカ映像なのかもしれないし、もしかしたら本当にゴーストなのかもしれないよね。いや、どうなんだ。徘徊してるね。うん、だからここがどういう場所なのかっていう詳しい、まあ心霊スポットだったり、居道だったりっていうことはないので、そうかそうか、まあそこにいる浮遊霊だったりとかっていうことの可能性もありますけどね。なんかなぁ、だから霊というよりそっちのような気もします。はぁ、はい、めっちゃ聞こえない。
なんてこれ聞こえないのかわかんないんだけど、この写真が入ってたみたいな感じなんですけど、何これ、俺多分絶対違う、みんなとここにいる感覚が。ゴキラーの始まりがすごすぎる。続いての映像、 YouTuber のメローバードは数年間自分の家で発生するポルターガイストに悩まされており、その様子をカメラを設置して記録し続けている。10年前に記録された映像はとんでもないものが映っているということなんですけれども、見ていきましょう。こちら、うおぉ、いや、これはすごいな。うおぉ、これはやばい。やばいよ、見たことないレベルだねこれ。やばいって、やばいよとんでもないことになってるじゃんこれ。美女と野獣のあの皿たちが踊るぐらい。いや本当だね、生きてるみたいだよね、物がね、うん、いやこれもうシンプルなポルターガイストでもないよな。ここに住んでる方はこう言っているんですけれども、衝撃的な現象があまりにも多く記録されている映像に、彼は有害な霊が住み着いていると主張しているということなんですけれども、あの場にいたらもうズタズタじゃない？そうだよ、包丁とか飛んでたよね、危なくていられないよね、あんなとこ、うん、ねえ、フォーク、ナイフみたいな飛んでましたもんね、飛んでたよね、すごすぎるけどな、片付けんのも嫌だね、ねえ、片付けてる最中にって考えたら怖い、うわ、怖っ、確かに。でもね、彼が有害な霊が住み着いてると主張してるって言うけど、そりゃそうだよね、そうだよな、そうなるよな、どうだよこれ見てってなるもんねお前ら、これ霊じゃないとは言わせないよってこんだけ動いてんだぜっていうね、うん、でこれがマックスひどかった時なんだろうね、多分そうだね、絶対。あ、続いての映像が最後になります、はいはい、続いての映像、イギリスのショッピングモールのレストランで撮影された映像、うん、従業員の間では深夜に奇妙な音が聞こえると噂になっている場所で、2013年のとある日に衝撃的な映像が撮れてしまったということなんですけれども、見ていきましょう、はい、こちらです。ショッピングモール、フードコート的なところなのね、な感じなんかね、海外のフードコート、ああ、ん？動いたね。おお、すげえ。うん。うおー、うん。うおー。うおー。いや、これはすごい。もうみんな見ちゃってんじゃん。うん、え、なになにってことだよね。うん。はい、という映像なんですが、これ G&G だね、 G&G だねおい、急に出てきた G&G、 ガチモノガチ G&G だよ、これは。おい、急に出たね。ただこれはゴーストっていう感じはしましたね、僕的には。なんかそんな気するよね、ちょっとね、うん、映像を見てこれどうなんだろうみたいな、最近めっちゃ思うようになってきた。どう、どうなんだろう、
これゴーストじゃないなとか、ゴーストっぽいなみたいな、あ、判別できるようになってきた、釘がなんとなく分かってきた、すげえ。行くとこまで行ったね。なあ、全然違かったら笑ってくれる。いや、でもその能力ちょっと身についてきたね。いや、すごいな。海外だね。海外だね。なんかそんな気するね。海外っぽいよね、うん、でも海外はポルターガイスト多いんだね。そうだね、私イギリスだからね、やっぱりギネス記録に登録されるくらいの霊現象が捉えられたブラックリー村みたいなのもありますから。はい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 、はい、あったね。なんかゴースト、まあドラキュラだったりとかっていうイギリスでしょ、うん、なんかそんなイメージもあるもんね、ゴーストっていうイメージが、ね、妖怪、西洋妖怪っていうか、そういうね、うん、そういう感じのやつ。はい、ということで監視カメラに映り込んだ心霊映像紹介していきましたが、マイクさんどうでしたか。ザ・海外、ポルターガイスト、あー、あの、お家のね、そう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 、お家のこれのやつね、うん、最初のもう笑う、だって笑ったかった、笑った笑った笑っちゃった、ちょっとパーンって上がった時、うん、がっつりじゃん、え、あ、いい漫才師の出方くらい、どうもーっていうくらいのさ、掴みは最高な、最高の掴みだったね。それは最高の出だしだ ね、笑えるぐらい、やっぱその、すごかったね、すごかったね、まあ、パルはどうでしたか。うわ、あの影かな、あ、影、ね、ミュータントかもしれない、あの影、ミュータントの可能性、俺信じたい。ちょっと、もしかしたらミュータントだしね、ミュータント、え、専門家だしね、ミュータント、ミュータント専門家、あ、そうだったの、就任した記憶ないんだけど俺、違う、いや、スターウォーズ好きだし、結構スターウォーズじゃん。なんか X メンとかのあれだけどさ、ね、スターウォーズなんか隠してんな、お前。ミュータントっぽいな。まあ、違う。本当に違うからやめろ、マジで違う、バレた、超過に怒られるから、やめてくれ、本当にやめてくれ、暴くんじゃねえよって、絶対やめてくれ、これ流さないでくれ、ちょっと本当に怪しいね、やめてくれ、怪しいよ、ね、ほら、以上、おかすいでした。あれ、パルマが怪しいぞ、どうしてもなかった、怪しいよ、チャンネル登録と高評価、信じてくれ、ペロリンじゃん、信じてくれ、本当にです。めっちゃ聞こえない、なんてこれ聞こえないのかわかんないんだけど、いや、マジで噂通りじゃん、この写真が入ってたみたいな感じなんですけど、なにこれ、俺多分絶対違う、みんなとここにいる感覚が、まあ、なぜか人が亡くなってる、いや、ラップ音だ、今笑ったんだね、急に人が部屋の中に立っているとか、まあ、男性が私を見つめてくるとか、反応してる、これさ、話しましようとね、ほんとだ、こっちに喋りかけてる声だったね、うわっ、くした、これは終わったわ。